さあ今回はニューヨークへやってきました。ニューヨークはジョン・ F ・ケネディ国際空港にやってきました。今回はですねリブツアー第3戦に、来たところでございます。またちょっと旅の模様を伝えたいと思います。初のニューヨークです。でもね、ニューヨークではないんですよ。ニュージャージー州であるんで、そこまで今から1時間ちょいかな、車で移動したいと思います。行ってきます。かれこれ1時間ちょっとここに待機しております。なぜかと言いますと、お迎えのバスが来ません。いつもシャトルじゃないな、お迎えが来てくれるんですけど、でいつもなんか来たら待っててくれるんですけど、かれこれ1時間来てません。まあこういうハプニングも旅のつきものだと思っているんで、気長に待ちたいと思います。やっと乗車できました。2時間かかりました。なんか向かいの人が違うターミナル行ってたみたいで、旅にトラブルはつきものですね。ということで今からホテルに向かいたいと思います。さあやっとホテルにチェックアウトしました。なんか疲れたな。3時ぐらいですね。よいしょ、やっと着きました。はい、今回の部屋はまあ普通のビジネスホテルですね。まあいい感じのビジネスホテルです。疲れました。なんかということで今からご飯を食べに行きたいと思います。着いてから暇なのでマッサージをしに来ました。フットマッサージ。おはようございます。今日は1日目の、練習ランドに来ております。今ロッカールームなんですけれども、今回も日本チームトルクチームで挑みたいと思います。前回ね4位だったんでね、今回は入賞したいですね。すごい、やっぱりホスピタリティはすごいです。各チームごとのロッカールーム、僕らはタークマスターズ。誰だろうこれ、すごいね、いろんなの飾ってあるね。トランプがもらってくるんだろうね。すんごいよねこれ、何のアミニティなんこれ、これ全部違うじゃん。さすがトランプゴルフ場ですね。トイレですよ。ジャック・ニクラス。
ランプインターナショナルゴルフクラブ、めちゃんこいいコースです。距離が7600ヤード、グリーンマンデカ、池が結構効いてて狭めのコースですね。ティーショット難しいです。今週は僕ら飛距離の出ない選手はちょっとしんどいですかねって感じです。皆さんこんにちは、ジーニーでございます。ジーニーでございます。で、練習ラウンド初日終わりまして、今日は火曜日なんですけど、まあ、金曜日から、試合ということで、まだちょっと時間があって、ハーフ終わって今からというか、今レンタカー借りてベドミンスターから40分ぐらいですね、ニューヨークへ向かってます。初のニューヨークをちょっと楽しみたいと思います。マンハッタンですね。ちょうど今ね、街並みが見えてきたところなんですよ。これテンション爆上げ中でございます。爆上がりやつバットマンでしか見たことないよ。すごい街並みが、今日はちょっと行きたいところがあって、美術館と、一番最初に美術館出るってすごくない？アートです。趣味変わってんじゃん。あ、趣味がね、ちょっとアートにちょっと興味が出だしたんで。うわすごっ、見たことあるやつだこれやばいね、高層ビルだらけ。なるほどね、そう、アートと、タイムズスクエア、これに象徴だよね、ニューヨーク。そう、行きたいと思います。もうそろね、10分ぐらいで着くんで、また美術館はね、中入れない、写真撮れないから絶対ね、そうできないと思うんですけど、ちょっとその様子をまた映したいと思います。やべ、大事なの忘れてた、言うのさっき。いや、美術館とさなんだっけ、タイムズスクエアって言ったじゃん、自由の女神言うの忘れてた。一番大事じゃん、自由の女神。今からちょこっとね、今自由の女神見えてるから、ちょこっと挨拶しに、もしお願いします、よろしくお願いします、オラに自由をつって知らねえよってあるよ。これはなんか鉄道アトみたいな、鉄道博物館。今から船に乗って行くんですよ。船に乗って近くまで見に行こうかなと思っております。あのニューヨーク敷地でかすぎて、ここのにたどり着くのもちょっと大変だったけど、まあそういうのも旅の醍醐味ですね。試合いろんなとこでやって、ほんとこういうの楽しいよね。ねえ、いいよね。このビル群ね、なんかもう絵みたいだね、ほんとすごいね。うわお、こっちから見るニューヨークっていいね。なんかいいねこれね、こっから見るニューヨークの街並み、絵になるね。そうグッじゃん、マジで絵みたいだわ、かっこいいかっこいいかっこいい。